法って書いてあるけれども、うん、読むね。左手のガングリオンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、チャンネル、チョロイです。チョロイです。先日メールを読まれたことが嬉しかったので、経過報告いたします。うん、先日、クリスマスに気になる男性と鍋をしたものです。ああ、こたつの足だこたつの足で、そうだ、今日、全部、全ぞりしたっていう。全ぞりした。全ぞりしたっていう。そうだ。なるほど。その男性とクリスマス後もメールを毎日のようにしていたのですが、うん、やったじゃん、うん、寒いね、というメールに、うん、寒いな、彼女が送ったのか、うんうん、俺の家のこたつ入りなよ、これは暖炉じゃないよ、桜さん、こたつだよこたつ入りなよという返事をもらったので、うん、私は、うん、あ、これ真剣ゼミでやったところだどうと思う、ちょっとよくわかんないと思い、どういうこと、〇〇かっこ彼の名前の中暖かいのにとどしもネタで返事をしたところ、その日から全くメールが来なくなりました。どうしようネタ？私は割と本気で彼のことが好きだったのですが、こんな選択肢でバッドエンド突入とは思っていませんでした。この場合どうすればよかったのでしょうか？パイセンアネル教えてください。お願いします。カットーイこー、え？これは、これ真剣ゼミでも、これは多分やってないよ、これ。赤ペン先生に出したら赤ペン先生から違いますって赤ペンでいっぱい修正されるところだよ。これは、この、あったかいなりっていうのは、これは、罰ですね。これは、あなたが使う文章ではない。ああ、なるほど、うん。なるほどね。ね？この場合、まあ普通正解は、寒いねっていうメールに、俺の家のこたつ入りなよって帰ってきたんだから普通に、なんでこれはどしもネタ、じゃあいつ遊びに行っていいとか、どしもネタ、どしもネタ、なんかせっかく誘ってくれたんだから、これは誘いに乗る返事を素直に可愛くするのがタイム、さくらさんに教えます。あ、大丈夫です、大丈夫、あの今後ろ見ました、大丈夫大丈夫、いや、知らなかったんだって、さくらさんが。だから、ちょっと。だ、言ったじゃん。知りたいって言われたら、パイセンもちゃんこもアオイちゃんもみんなで協力して、教えるけれども、教えたらさくらさんその日目がランランとして夜寝れなくなっちゃうよってパイセン言ったでしょ。それでもあなた知りたかったじゃない。知りたいって大人の階段登りたいって言うたでしょ。思ってたのと違かった。なんか想像してたのと違かった。あれ、なんか私こんな世界に生きてたっけ。あれ、だからさ、これがね、人間というもの、現実なんだ、人間なんだよ。うん、人間不信になりそう。というわけで、まあ普通にお誘いのメールをいただいたのであれば、素直に可愛く、じゃあ遊びに行くね、が正解でした。間違っても、あったかいなりはダメですよ。はい。はい。というわけで、以上ですか？もうね、桜さんの不審な絵がどんどん、ちょっとやばい絵がどんどん桜さんの台本に、やらしい絵がいっぱい描いていきますけども。ありがとうございます。ね、やらしくないです。普通歌感想、私たち消した、消した、まだまだお待ちして。